獄が好きなの。斉藤、三好、六角、五郎、あの織田勢、この戦場に集いし、この好機逃すべかばず、すべて打ち破り、一気に上洛する。この戦、猿に任せる。必ずや手柄を立ててみせまする。じゃあ敵の命は攻めとうない。心を攻める。孫一、あれ行くね。手伝ってくれ。おう、任せとけ秀吉。いよいよあの策のお披露目だな。さすが秀吉だ。決めてくれるぜ。五右衛門様と勝負。急げ。うひょー、また手柄を上げて待ったわ。ここは貫かるしかねえ。天下取りじゃ。何よりもこちらの戦意を追ったのが見事。さすが信長様の下には人材が揃っている。私も早く手柄を立てねば。兵は軌道なりってね。この隙に信長の首もらっとこっかな。さ、出発通り策を実行せよ。敵の工作兵が妙な武器を見せる。叩き潰してくれるわ。天下取りじゃ。まあ待ってくだされ。あの工作兵、誘うような動きをしとるわ。あっちゃ、やっぱり兵が伏せとったか。
中の策っちゅうやつじゃな。黒田官兵衛とか言ったか、やろう。秀吉、私の策を看破するとはな。あの秀吉なる男を撃てば戦局は変わる。開門。が出てきよったが、あの男なんとか味方にできんかろう。ダンベ勝負あるじゃ。何にくだれな。仕方あるまい。しかもあの陰険ネクラ軍師を振幅させちゃったよ。あの人やるね。社長を建築といい、官兵衛の本気といい、かなり裏に抗っても無駄か。今よ我ら美の三人衆織田へお味方する。おお、ありがたいの。信長様は決して悪いようにはなさらない。美の三人衆まで願っちゃったんだ。この流れを作ったのは秀吉だね。柳生宗直、助太刀三条。決まったかね。二つ置きはこもったまま、三の丸に火を放ち炙り出す。出世じゃ。これちょっと
でも俺信長に使えるのは嫌だな。もっと激しい方が良かったかしら。消えた液晶ひれ伏したわ。勝利の女神ってのは存在するんだね。普通にあるじゃろ。おの普通にあるじゃろ。タイよしかし松永久秀信長に物申す。足利義明はこの大悪党の手の内にある。貴様が将軍候補に担いでいるお方だ。助けに来んとまずいんじゃないのか。普通にありじゃろ。開門。その挑発乗ろう。よし滑った。信長滑った。行け。今こそ奴を打ち取る好機なり。報酬は頼むにいただくの。信長様が敵陣に突っ込んどる。急ぎ周囲の敵を撃破するんじゃ。ファン信長様も、本当が悪いよ。よし三人衆剣山。信長、暴落はさせん。かける決戦闘を伺っていたか。無価値、すべてたやせ。耐えきれん。行かせてもらう。わしこそ天下無双の知恵者なんさ。たかしら。ここは引かせてもらうわ。見せてあげる。もっと激しい方が良かったかしら。ここは引かせてもらうわ。お見事。さすがでございますわ。そう構えるな。我が輩はただの小悪党だ。待ってて。
の運命もこれまでだ。いるなり焼くなり好きにするがいい。